どうも、閉店くんでーす。景品獲得バラエティダッシュバーンということで、今回はこちら、東京都大田区 JR 大森駅東口にあります、金時大森店さんに来てます。ということで、今回のルールは、実践時間1時間、上限が500枚ということで、ね、1枚でも多くメダルを獲得して、皆様にたくさんプレゼントできるように頑張りたいと思います。それでは、トゥー変身ダッシュマン、えいえい、入店入店、景品獲得バラエティダッシュマン、あ、もういいか行こうということで、まず最初に、1階フロアがパチンココーナーで、地下1階が1パチコーナーと、あと大事なね、景品が展示されているということで、まずはね、お目当ての景品探そうじゃないかと。やっぱ見ないと思えないから、あれを取ってやるぞというね、気持ちが高ぶらないから、まずは景品見ようよ。お、こちらにあったよ。はい、これいいね。なんかこの iPhone とか iPod 挿してステレオになるようなやつね、うん、いいねこれね。前ね、違うお店でダッシュマンでね、この仮面ライダーのね、グッズを2つぐらい撮ったんですけど、これもまた新しいやつが出てきたからね、これなんかもいいね。これいいんじゃない？だってスロット、え、18枚、ああ上か、130枚だな。なんだろうこれ、これなんか間違いだね。あ、わかったトミカがちょっと怒ってきたわ130枚、これ130枚だったら結構取れるでしょ。3つで390枚ね、いいね。じゃあ狙いはまずこの3つね、390枚、あとはそうだな、このこれいいね、このアイフラップっていうのかな、こちらが370枚だから全部で760枚か。よし、頑張って760枚獲得するぜということで、じゃあ早速上に行ってみたいと思います。はい、やってきました、2階スロットコーナーということで、息切れちゃったよ、たった1階、2階行く分か、階段上がってきただけなのに。あー、どうもありがとうございます、失礼します。なかなか、大須番長盛り上がってるじゃないの。やっぱ撮影に協力していただいてるのはお店だけじゃなくてね、お客様もやっぱり、ね、撮影に協力していただいてるんで、まあなるべくね、迷惑のかからない場所で撮影したいかなと思っております。まあね、何時間も撮影があるんだったらあれですけど、1時間ですからね。まあその辺はこの閉店君の引き輪な細腕でカバーしていきたいと思っております。十字架打ってみようか、打ったことないんで。うん、まあART キー、AT か、 AT キー、初当たりがちょっと重いけど、まあ1回当たるとこんな感じで合成が100分の1近くまでいくみたいなんでね。なるほど、よし、じゃあこいつでちょっと行ってみてね。まあヤバそうだったらノーマルタイプとか移動してみたいと思います。えいえい。はい、ということで、天狗が選んだ台は、ネットさんの十字架2。はい、それでは60分スタート。お題をどこかな。じゃあ初打ちなんでね、まあはい、毎度毎度ですけど、至らぬ点があると思いますけど、よろしくお願いいたします。おさらい一発チャンス、見えねえこれが光ってるやつね。なんか液晶があれですね、ちょっと優しいタッチな感じだね。弱ですね、書いてありました。なになに、一応下から2番目、8点、勝負よ。おリプレイ、はい、
工学的なやつかな。やーす、何何も出ない。チャンスだったよ。あー、ただモードがいいってこと。モードが出てきたよ。ええ感じだったよ。俺の台か、俺の台だな。チェリーですね。はい、ジャグですね。またビーってピカッて光った。よし、お光ってるし、どうなんだろう、いいのか。弱そうだよ演出的には。よし、あーさっきもこれだったからダメだな。赤だったっけさっき、わかんないな。はい、残念。そして追加投資。なんか俺この液晶好きだな。ドラキュラミッション、なにこれわかんない。いいね、初打ちはワクワクできるから。どんぐらい期待値があるかもわかりませんけど。またお前か。いやーダメだな、ちくしょう、残念。おう、おう、いい感じだったよ。追加ですね。ここはジャックか。ほら、魔法のデッキから帰ろう。あれ、ご案内してご案内するってよ。お金がいいけどね。やっぱ目押しが悪かったのかな今までの。なんだなんだ、今までないやつ。なんか今までにない感じ、これ。どうすんなら赤までいっちゃえ。あはは、変わんねえじゃねえか。いてくれ、顔柄。あ、さっき出た、これ出てないね。え、マジか。お、これはなんかちょっとチャンスみたいだよ。チャンス目ですね、多分。あってん。おー、なんか初めて見る演出だよ。コウモリを100匹やっつける。エイト20。スイカもとか言っちゃダメだよ、そういうことは。こっちのテンションが下がるだろう。笑っちゃったよ今。
あ、何入れたのね、中に。あ、なんかちょっと違うぞ。アネッテですか。アネッテさんがどんな人か知らないですけど、それか弱ですけどね。チャンス。もうお前か、もう。あ、なんかちょっとチャンスアップ。今のは今日だ。これが最後だからな、お前な。もう絶対これダメだったら俺は知らないぞ。はいはい、はい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 、はい、終了。まあ僕は悪いですよ、ね、僕の引きが。ということで実戦終了。えいえ、景品獲得バラエティーダッシュマンということで、ね、何も引けませんでした。はい、ということで、いや、どうやったら当たるんだあの台。教えてくださいということで、ね、まあ僕のね引きが弱いということで、人間設定が低いからだと思います。すいません、皆さんに景品をプレゼントすることはできませんでした。ということで、ね、まあ死んだよ。まあちょっとね見せれたんで、当たってる絵は見せれてないですけど、まあその辺の当たってる絵はね、皆さんがご自分でホールに行ってね当てちゃってください。ということで、今回撮影に協力していただいた、金時大森店さんの宣伝をちょっとだけ。まあ、あれですね、話題の信頼はバンバン、続々、皆さんが打ちたいというね、思う台は必ず入っておりますんでね、パチンココーナー、スロットコーナーともにね、信頼は、もう、情報を得てね、皆さんが何を打ちたかっているのかっていう情報を得てね、導入してますんでね、そちらの情報は PR の、またはメール会になって情報をゲットして、こちら。金時大森店さんに来ちゃってください。あとですね、来月、またね、ピーマット TV の撮影が。3でいいんだよね。3でいいんだよね。はい、ということで、3月もね、ピーマット TV の撮影が決まっておりますんでね、そちらはですね、まだね、ダッシュマンなのか、何なのか決まってないんでね、そちらの情報も PR とまたはメール会になって情報をゲットして、こちら。金時大森店さんに来ちゃってください。ということで、以上、景品獲得バラエティダッシュマン閉店くんでした。えいえい。